どうもお疲れ様です。真姫大学の特別講義でございます。まあどんな情報を手に入れるかによって、まあ、人生大きく変わるなっていうのは、まあ私ならずともこの動画をご覧のね皆様も同じ考えだと思います。で、私がもう一つね、すごく大事だなと思ってるのは、実際にその情報を使ったかどうかってことだと思うんですよ。で、最近の例でもほらタマホームの2万円のクオカードの件ですよね。あれ実際にやった人はクオカードもらいました、ありがとうございますっていうふうに連絡が来るわけですよ、私のところにね。でもその情報を知っていてもタマホームのこのモデルハウス、モデルルームの見学会に行かない人は2万円のクオカードをもらえずにそのまま過ぎていくわけですよね。で、このクオカード2万円がもらえないぐらいだったらいいんですよ。でも今まで今年1年もね、こうやって8000円儲かるとか2万4000円儲かるとか、で今回みたいに2万円儲かるとか、それからローンカードで1万5000円とかって、もうとにかくね、儲かる情報をどん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 私の方は発信してるわけですよ。で、以前はメンバーシップとなりましたけども、メンバーシップにおいては1回の情報を使うだけで何千円とかね、何万円儲かる方法っていうのをお届けしてきましたけども、あのメンバーシップをやめてもうね、そこで流すべき情報をもう無料情報として私こうやってね、あの動画の中でどんどんお話してるわけですよね。で、極めつけは今年一番最後に来たのが、あの2年間連続で20万円もらえるっていうね、そういう制度ですよね。これは誰でも申し込めるわけですよ。で、実際に2年間20万っていうのをもらいながらもう自分の暮らしをね、立て直すってことができるわけですね。で、これには条件がほとんどなくって、まあ強いて言えば鳥取に在住でない方、残念ながら鳥取に住んでる方はこれダメよってことなんですよね。まあそんなおかしな条件でございますけども、でもそういうのって結構あるわけですよ。各地方自治体とか47都道府県で、まあ、そういった制度が結構あったりとかね、企業が主導するものとか個人がやってるものとかってあるわけですよ。でもあんまり忙しくって、そういう情報がせっかく落ちているのに拾いに行く暇がないでしょ。ですので私の方が時間を有効に使って、その中でこれは多くの方があの掴んでくれそうなチャンスだな、お金だなと思ったら厳選して絞っていく。それでもね、動画の本数が多くなるんですよ、チャンスがありすぎて。だからまずは情報を取ることで、情報を取ったらそれをやってみて実際に得れる結果を、果実をね、得てほしいなと思いますね。2年間20万円もらえたら結構いいでしょ、うん、今生活がちょっとね冴えない方って言ったらね失礼な言い方になりますけども、うまくいってない方、2年間20万円もらえて自由に暮らせるんだったら何かね、新しい創作活動できそうじゃないですか。もちろん成果総合で10万円前後もらって何やればいいのかなって分かんない方も、多分このプロジェクトでね一定の方向性が見出せると思いますし、もちろんそうは言ってもこの2年間20万もらうことに合わない人もいると思うんですよ。例えば私は行かないですね、こういうのは。あの2年間20万円をタダでもらえるって、まあ、今の生活水準から私落ちるんで、だから選ばないです。でも様々な生活水準がある中でとりあえず2年間20万もらえるんだったら一息つけるかなって方はいると思うんですよ、ね、様々な方がいますからね。で、タマホームのモデルハウスに行って2万円のクオカードをもらうっていうのもそれで一息つける方っていると思うんですよね。だから、あ、自分にはこれ必要だなと思ったらやっていただく、あ、これいいなと思いながらもやらないっていう選択は、まあ、言ってみれば二極化のちょっとね気まずい方に陥ってしまうことが考えられるんですよね。だからやっぱりね、あのやれる時にやっておくっていうことと、情報が入ったってことは権利が与えられてるってことなんですよ。で、中には情報が与えられない方もいるんですよね。例えば私の動画見に来ない方でタマホームの情報を受け取った方っていうのは少ないと思いますし、まあ、2年間20万もらえるなんてプランをね知る方もほとんどいないんじゃないですか。こんなんわざわざこういう情報を探しに行かないと見つかんないですよで、私の場合はそういうのばっかり活動をしてやってるんで、喋ること喋ることお金が儲かる話ばっかりなんですよ。信じられないことにお金が儲かる話、大した労力もなくお金がもらえる話っていうのがゴロゴロしていて、もちろんそれはお金を払う人のね意図もあるんですけどもね。でもそれがね、もうこの情報化社会になって情報発信にお金がかかんなくなって、非常にお得な情報をね皆さんに届けやすくはなってるんですよ。ただ情報が多すぎてどれを選べばいいか分からないっていう状態になってるんですね。私がそれを厳選して皆様にお届けするっていう形で即可塾っていうね、毎日の放送があるわけなんですよ。
もちろん速稼塾に入っていただくともっといい情報が溢れてますんでね、もっともっと簡単にねお金を増やすことができるわけなんですよ。言うてもね、速稼塾に入っても掴んだ情報をやらなければ何にも変わりません。ただ儲かった気持ちになるだけなんですよ。こんな情報知ってるぜっていう風に鼻が高くなるだけなんですよ。でも実際にね、昨日いくら稼ぎましたかって言った時に2万円稼ぎましたって人とね、1万5000円稼ぎましたって人と、私のおすすめした案件をやってる人と、あ、その情報を知ってはいたんだけども見てはいたんだけどもやってませんっていう人と差ができるでしょ。あとは、あ、久保さんからメール送られてきたんだけどまだすいません見てませんっていう人ね、この人には多分もうチャンスは来ないんですよ。というのが新しい情報は今日もなはずからです。そんな感じでね、何もかもはできないと思いますけども、少なくとも月に10万プラスアルファで副収入を得たいなと思ったら、まあ3件か4件はね、私のメールを開けていただければ、どうやったら儲かる新しい情報があるのか知ることもできませんから、そうなってくると日常生活の中で儲かる方法を私ほど教えてくれる人ってのはあんまりないんじゃないかなと思います。もちろん会社の上司や先輩はどうやったら社内で成績が上がるか、どうやったら給料が上がるかってことは教えてくれると思いますけどもね。でも年間でね数千円上がるのがやっとでしょ。私の場合は1日で数万ですからね、だから情報の格差ってのがここまで来てるというふうに感じていただければ幸いでございます。さあ、そしてですね、舞姫大学のナミさんから LINE アットの登録の要請が来てますんで、よろしかったらこちらの方もご登録ください。ぜひね、舞姫大学のナミさん、スタート100ってのがね始まりますんで、そちらの方にご参加を私の方もお勧めします。それでは。